たぬき一緒に挨拶しよう。ようこそ僕らのお家です。今日は何ですか？今日は今年買ってよかったものをあげていこうかなと思います。紹介していこうかなっていうことですかね。はい、はい、買ってよかったものでしょう。買ってよかったもの、それこそこれじゃない？こいつかこれはね、最近なんだけどね、まあ早めのクリスマスプレゼントということで、お二人でお金出し合って買ったものですね。これ何ですか？ヨギ棒です。前々から欲しいって言ってたよね。ご飯食べるとき、いつもこっち側に優香が座って、こっちに俺が座って食べてるって感じなんだけど、背もたれがないって言ってたね。もう壁が背もたれちょうど見に行く機会があったから一緒に行ったね。そうそうそう、いろんな色あったね。結構多いよね。そうそうそう、ライトグレーを購入しました。ちなみにサイズもね、結構あって。結構あったね。なんだっけ、これがミディかな。え、いいでしょ、使ってて。え、めっちゃいいよ、うん、ソファーとしても使えるしね。普通に立ててそのまま座ったら一人用の椅子みたいにもなるし、よくここでね、ダラダラしたりするから、これのお供としては最高じゃない。ダラダラタイムに、うん、めっちゃいい、ね、これめっちゃ買ってよかった。うん、うん、じゃあ次いきますか。うん、次収納類か。 IKEA のワゴンとか。ワゴン結構使ってるね。そうだね、主に私がなんだけど、主に2段目上の3段目はいはいはい、はもうメイク道具ばっかり入ってて。そうだね、お風呂上がりとかもそこで一つで済むし、うん、朝もそこで済むし、うん、めっちゃ使えるよね。使えるね。夜お風呂上がった後とか、うん、保湿クリームとかめっちゃ使うじゃん。そうだね、化粧水塗って乳液塗って、うん、体もクリーム塗って、うん、とかその部分用の保湿クリームとかもある。いっぱいありすぎまあでもそれがね、全部ね、そのワゴンに一つに集約されるから、そこでもうまとめてボンって置けるから、これは便利だったね。めっちゃ便利だね。あとあれじゃない、パントリーも。あー、パントリーね、めっちゃ収納できるよね。うん、10センチくらいの幅のやつを冷蔵庫の横のあの隙間に買ったけど、うん、だからもう缶詰とかもそこに置けるし、うん、なんか非常用のカップラーメンみたいな、あるね、災害用のもの、うん、保存、お水とかね、そうは全部そこに置いてあるね。うん、だからなんか狭いスペースとかね、あったら結構使えるから、うん、収納とかには本当に便利だったね。収納っていうところではかわいいね。かわいいね、君は。たぬき君はかわいいね、君。まあ、他にもね、クローゼットの中とかさ。なんか色買ったのはあるけど。あるけど、まあ、厳選したらそれかな。家電は、どっちもね、これ、優香がね、あの欲しいって言って買ったやつだよね。そうね。そう、最初優香が言ってって感じだよね。これかな、ブルーの。めっちゃ使ってるよね。うん。まああの動画でね、キャベツしゃぶしゃぶもやったし、たこ焼きもやったし、まあ、一応この中がね、今たこ焼きのやつなんだけど、プレート2種類あってたこ焼きもできるし、うん、普通にまあホットプレートとしていろいろ使えるからね。うん、あとね、料理の幅が広がったよね。キャベツしゃぶしゃぶなんて俺一回もしたことなかったの。ほんと？うん、フライパンでやったことあったよ。え？あったの？見た目そんな良くなかったけど。一個やりたいのってさ、うん、ペッパーランチ。あー、もう最適じゃん。がやりたいな。最適。それやろう。やろう。今度やろう。やろう。だいぶ遅れてはいるけど。うん。やりたいからやります。わかりました。やります。わかりました。まあ今後もこいつは活躍すると思うんで。そうね。うん。そのもう一個紹介したいのがあって、うん、ちょっと移動してもいいですか？いいよ。こちらです。バン。電気ケトル？電気ケトルかな、これ。電気ケトルか。これ形がね、優香好きだったんだよね。そう、かわいいよね、この細いの。うん、かわいい、それ。これ今100度なんだけど。温度選択できるよね。そう、60度だったり、70度とか、こうやって選べるんだよね。
今年買ったもので良かったものはこんな感じかな。そうだね、実用的だったものっていうとこの5つかなっていう感じだよね、うん、クオリティすごい上がったもんね、生活の。そうだね。ちなみにだけど、うん、来年あたりこれ欲しいなっていうのあったりする？あー、1個あるの。1個？1個、自転車。わかる。自転車がどうしても欲しい。ちょっとうちからスーパーがちょっと距離あって、若干遠いよね。そのためにどうしても自転車が欲しい。ママチャリでいいから。ママチャリ、あのこう曲がってる、そう、運転しづらいけど、あれでいいから欲しい。でブーンっていくの？いや、ブーンはいかないけどね。ベル鳴らしながら。ベル鳴らしながらじゃなくていいけど、それが欲しい。じゃあ来年買おう。タヌキも行けるとこ一緒に行きやすくなるし、ね、そうだ、そこに乗っけたら、ね、そうじゃん、そうじゃん。じゃあ今日はこの辺で、この辺で締めます、はい、じゃあねー、動画終わりです。バイバーイ。